มินาซังคอนนิจิวะสวัสดีค่ะฮิรางานาเน็ตโตเดทไทเดียวดีเคียวชิซึโอชิเตอิรุเอ็ดโดเดส今回は私がよくタイの食材を買いに行くお店を紹介します。では行きましょう。 JR 近畿町駅から3分歩きます。到着しました。タイランドショップです。営業時間は火曜日から日曜日13時からです。月曜日が定休日になります。店内で食事することもできます。最初に冷蔵庫の中を紹介します。トムヤムセット。中身はレモングラス、コブミカの葉っぱ、カー、赤玉ねぎです。下の方がカーと言います。トムヤムまたはカレーペーストに入っています。こちらはバイブワポと言います。生のまま食べるかジュースにします。こちらはバナナの葉っぱです。昔からよく使います。料理やお菓子などを進みます。長いインゲン、生のままパパヤサラダに入れたり炒め物に入れたりします。こちらはガパオの葉っぱです。皆さんご存知、ガパオライスのガパオです。こちらはホラパーです。貝と炒めるかカレーに入れるか定番です。赤玉ねぎです。トムヤム、カレーペーストなどに入れてます。ガチャイ、ガチャイは生姜の仲間です。炒め物またはカレーなどに入れます。パパヤ、パパヤサラダ、炒め物をカレーにも入れます。ね、発酵した豚肉です。生のまま食べる人もいます。私はよくチャーハンにします。ブーケン、カニの塩漬けです。パパヤサラダによく入れます。こちらは冷凍庫です。中にはタイの魚、ソーセージ、干し物、唐辛子などが入ってます。ニンニクの漬物、味は甘いです。このままを食べるか、ヤムンセなどに入れます。こちらはタイのビーフンと春雨です。パッタイ、ヌードルなどに使います。こちらはインスタントラーメンとジュースです。こちらはナンプララーと言います。魚と塩などをつけて発酵させたものです。パパヤサラダ、煮物などに入れます。こちらはタイの定番のソース、タレ、ナンプラーなどです。お米も売っています。有名なジャスミンライスもあります。でも、タイ人の中にジャスミンライスが苦手な人も結構います。柔らかいからです。こちらはタイのお鍋、お皿、お酢などです。いかがでしたか？動画では伝えきれないですが、タイのものがたくさん売っています。ぜひ機会があれば行ってみてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。